イボクサは、ツユクサボクサ族の一年生植物。東アジアの湿地に生える雑草で、水田ではアゼに、よく出現する。葉の汁をつけるとイボが取れると言われて名付けられた。ツユクサを小型で細くしたような植物で、茎は横に生い、枝分かれする。節ごとに葉が付き、根もしばしば出る。葉は、基部が、幼少になり、先端の葉は、線状楕円形。花は、 溶液や慶長に位置、数個つく。泡紫色から泡紅色の三枚の花びらが目立ち、数時間でしぼむ。完全お芝居三本、仮お芝居三本で、果実は果て。日本では本州琉球に分布する。および中国、朝鮮に分布し、北アメリカ東部にも侵入している。異木サ族は、梅クサかの族の一つ。アジア、アフリカ、 南アメリカに約60種が知られ、インドや南アメリカでは2010年代後半にも次々と新種が見つかっている。強く坂の中では完全おしべが2から3本、3列あるいは矢尻型の薬を持つ仮おしべが3本あることが特徴で、特に3本の仮おしべが花びらに対してつくのは異木砂属及びごく近年のアンテリコップ出属のみである。 熱帯の明けた土地や臨床に見られることが多いが、イボクサのように湿地や水辺に適応したものもある。俗名のマーダニアは、インドのサハーランプルの植物園に勤め、ジョン・ホーブスのために植物収集を行ったマルダン・アリーへの懸名である。著作は残っていないが、ファルコナー、ロイル、エッジワースといった著名な植物学者の下で訓練を受けていた。ありがとうございます。